んか最近遊んでないな。あ、そうだ、たまには一人で出かけちゃうかな。いい夜だね。たまにはね、たまには一人でマラサダ食べちゃうかな。マラサダ、うまい、うまい。あれ、そもそも横浜に何しに来たんだっけ。あ、アドビマックスジャパン。そうなんです、今日ね、ジェット大輔さんがアドビマックスジャパンでアドビプレミアラッシュ CC の登壇をされたんでした。忘れてた。その動画ご覧ください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんお疲れですか。もうね、終盤に差し掛かってますから、ね、そうですね、はい、ブレイクアウトセッションも、今3件目っていう形に、はい、4時間目までそうなんですね。はいね、このセッションは、あ、消えちゃった。あれ、話すような感覚で作る、はい、プレミアラッシュで見られるオンライン動画の作り方、見られる動画の作り方ってことですね。お、見られる動画。そう、なかなか敷居高いですね。いやいや、ジェットさんだったらもうめちゃめちゃ見られてる。いやー、そんなことないですけど、話すような感覚で、はい、まあね、動画編集難しいって思われてますからね。はいはい、だから、まあ、いや、まあでも難しいじゃないですか。まあ実際ね、難しいっていうか面倒くさいですよね。はいはい、なんかこうね、タイムラインが、そうそう、僕なんか撮るだけ撮って出してないとかいっぱいあります。ああ、そうなんですね、うん、はい、パソコンだったらプレミアプロがあるじゃないですか。そうですね、で看板製品でございます。そうそう、はい、それをパソコンを持っていかないと外で編集ができないっていう問題が常につきまとっていて、うんうんうん、どうにかね、出張の時とか、うん、旅行の時とか、はい、iPad だけでいけないかな、なんなら iPhone だけでできないかなっていう、そういう思いはあったんですね。ずっとあったんですよ。あ、いや、今出てるこれがね、うん、iPad Pro ですよ、はい、iPad Pro のプロジェクトの画面、うん、初期画面ですよ、ね、はいはいはい、で、次にお見せするのこれが iPhone 縦長、はい、縦長同じプロジェクトがね、共有できてるんですよ。なるほどなるほど。さらにこれ Mac、 あ、これはデスク、マッキントッシュ側で見た。そうです、マッキントッシュって言わないでください。そうか、ごめんなさい。ごめんなさい。はいはい、うん、あと、まあ、Windows もありますよね、うんうん、操作感的には、うん、基本同じ。同じですね、うん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 、ただうっかりすると Mac 使ってて画面タッチしちゃう。そんなことありますよね。あります、はいはい、うん、じゃあまず起動しますね。はい、起動して、あれ、ネット繋がってないんじゃん。あ、来た、繋げましたね。はいはいはい、大丈夫、はい、じゃあ下にね、画面の一番下にプラスのマークがあるので、うん、これポチッと押すと、はい、メディアを追加か、ビデオまたは写真を撮影出るんです、うん、どっちにします。え、撮影しちゃいます。いや、メディアを追加しましょう。、はい、これカメラロールがね、実はね、撮影も撮影できちゃう、うん、ローカル、この iPad 内もそうですね、今選んでいただいて、いろんな飛行機があるんですけど、うん、じゃあポッといくつか選んでみますね、はい、こう選んだ順番に分かる、選んだ順番にね、1,2,3,4,5,6 みたいな、うん、この順番で、うん、シーケンスに並ぶんですよ、うんうんうん、はい、出ました。はい、ポチ、はい、あれ、あれって何、静止画、写真の静止画、あ、写真を並べたんですね、今ね。いや、静止画ができるっていうのはすごい嬉しいですよね。いやー、なるほど。動画だけじゃなくて、はい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 、やっぱりね、どうしてもね、動画って難しいし面倒くさいっていう思い込みがあるんで、うん、まずは静止画が使えるよっていうところをね、お見せしたいと思います。そうか、皆さんもね、写真だったらみんな撮りますもんね、うん、
撮った写真からこういうタイムラインに並べるだけでストーリーになっちゃうんですね。そうなんです、はい、大体に 2.5 秒なのかな、これデフォルトで 2.5 秒で並んでるスライドショーが出来上がってると、うん、1個ずつね、はいはい、トータルで今14秒ぐらいになりましたね、うんうん、長さをルッと引っ張ると変えることができる、うん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 、もう静止画の時間を今、うん、そうか、手持ちカメラ欲しかったですね。指でやるんですね。そうです、指で端っこの方を引っ張ってジューンとやるわけですね、うん、はい、でこれね、ハサミツールがね、あ、左でしたね、下の通りツールがいろいろ固まってます。はい、ハサミをポチッとやると、あ、分割される、分かれた、ね、うん、これとこれ分割される、うんうんうん、当然ゴミ箱をポチッとやると見せるわけです。あ、短くなった、まあ、基本的に動画ってね、こういう感じで編集してきますね、うん、カットしていく感じ、カット必要なカットみたいな感じでね、はい、うんうん、あとはもう写真のこのつなぎ目というんですか、カットのつなぎ目、はい、ここをやっぱりディゾルブとかしたいじゃないですか、はい、トランジションを、それはやっぱプレミアプロですかね。どういうこと？ディゾルブ入ってるんですか？ディゾルブ入ってますよ。ポチッと中尾も知らない分です。大丈夫ですよ。はい、はい、ポチッとやっていくだけで、あ、入ってってる、なんかね、うん、間にふわ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 、この辺でやめとこう。そういうセッションでしたね。はい、っていう場合もうね、スライドショー簡単にできちゃった、できちゃいましたね、うん、はい、あとでもほら両脇にさ、写真って3対2とか4対3のものがあって、あ、ね、はい、で動画はどうしてもね、はい、16対6対9ということになりますね、はい、これさ、感心したのがさ、プロジェクトの、うん、なんていうのこれ、今横長ですよね、はいはいはい、縦長でスマホで動画撮る人いるじゃないですか、まあ、こうやって撮っちゃうんですよね、はいはい、まあ、まあそういう意味もありなんですけどね、うん、今の時代は対応してるんですよね、はいはい、縦長になったり、あとインスタグラムとかね、そうそう、正方形、うんうん、これ後から変えるっていうのがまたすごいですね。そう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 、でしかもまた横長に戻せるとかね、そこです、そうそうそう、ほらね、うん、でも今回横長でいくとして、はい、両端に黒いちょっと線がね、気になりますね、気になりますよね、はい、これ写真をバーンとタップすると、枠が出ました、はい、8個のね、ハンドルが出てます。ピンチアウトですか、ピンチインかな、インか、うん、でかくなります。あー、画面いっぱいになった、そう、こうやって、ほうほうほう、位置も調節できたりする、やっぱり足りないものとしては音、寂しいですね、寂しいですね、はいはい、うん、なので、うん、ポチッと、はい、撮影するか、はい、メディアを読み込むか、はいはいはい、タイトルを入れるかボイスオーバーかって出るんですけど、どういう素材を入れるかってことですね。そうですね、うん、音楽を入れましょうか、はい、ビデオ、写真あるいは音楽はこういうメディアっていうことですね。あのさ、はいはい、感心したのはこのドロップボックス、はいはい、つながるんですよね、最初から対応してましたね。そう、ドロップボックスから、はい、じゃあ、うん、音を持ってきましょうか。お、読み込んでますね。おう、ラネット越しに来ました。あ、来た。来た。波形出てますよ。ねえ。はい。よし。合わないね。もちろんね、アンドゥーできますから。あ、消えた。別の曲をね、読み込みアンルーすごいですね。ね、はい、じゃあ、いい感じの曲ありますかね。いい感じの曲、音楽ってさ、あんまり、うん、やばいね。あ、でもオーディオラッシュには、そうそう、ラッシュサウンドトラック、はい、無難なね、ちょっと聴いてみましょう。あ、これいいじゃないですか。重たいですね。重たいやつ、はい、これもう全然ね、あの皆さん使っていただいていいやつです、うん、何も気にしなくていいやつです。これ余分になってるとこは、うん、これハサミで切っちゃえばいいんですよ。なるほどなるほど、ここでハサミが、うん、はい、あのね、フェードアウトしたいなと思うじゃないですか、音を、はい、今だとかっこいい、ブツッと切れますよね、うん、まあしょうがないですけど、さっき、ほら、はい、トランジション、はいはいはい、トランジションを
音に音に適応すると、あ、なんかついてる、ついてる、ついてる、ほら、あ、で、これポチッとやるとこれ自体を伸ばせるんです。このフェード具合ね、フェード具合を正しい映像用語ですかね。はい、じゃあ聞いてみましょう。あと、ボイスオーバーって機能があります。何ですか、ボイスオーバーと。さあ、それをやってみましょう。はい、3、2、1。こんにちは、ジェット大輔です。今日は入間航空祭で飛行機を見てきました。その時撮った写真をご覧ください。あ、こっちだ。はい、あ、すごい、もうなんかジェットさんだYouTuber のジェットさんだ。はい、はい、波形が、ま、波形が追加され、え、2つトラックあるんですよ。そう、これびっくりですよね。はあ、音声トラックを複数持てるっていうのはすごくいい。じゃあ聞いてみましょうか、はい、他の音を消しますね。あ、はいはい、はい、こんにちは、ジェット大輔です。うん、今日は入間航空祭で飛行機を見てきました。その時撮った写真をご覧ください。いい感じですね。で、びっくりなのが、はい、これ本当に僕驚いたんですけど、うん、さっきの BGM オンにしますよ。はい、はい、いきます。こんにちは、ジェット大輔です。今日はいろんな航空祭で飛行機を見てきました。その時撮った写真をご覧、まあね、今聞きにくいでしょ。まあ、ちょっとかぶっちゃってますよね。かぶっちゃって、はいはい、うん、これを音声の波形をいじるところがありまして、はい、で、三角形を押すとグニュッ、自動ダッキング、ダッキング、ダッキングって何ですか。ダッキング、ダッキングダッキング俺は踊るなよって何でしょうね。やってみましょう。やってみました。やってみました。なんかこう溝になりましたよ。こんにちは、ジェット大輔です。今日はいろんな航空祭で、わかりました、今の。実はこれあのアドビ先生ってやつなんですか。あ、これアドビ先生なんだ。はい、AI だ。AI だ。賢いっすね。あ、そう、撮影ができるのね。あ、撮影する。撮影しましょう。来ましたね。うん、はい。はい。あ、これ実はね、で、そうそうそう。あの、ちょっと秘密兵器があるの。なんだ。これは何ですか。自撮りライト。あ。綺麗にやったりですか。ああ。じゃあこれで行ってみましょうか。天然っぽいですけどね。はい。はい。こんにちは、ジェット大輔です。今日は入間航空祭に行ってきました。僕が撮影した飛行機の写真をご覧ください。撮れたものが、はい、タイムラインに、ここに挟まっちゃった。あ、もうなんか挟まっちゃったんだけど。うんうん、まあ、これはちょっと上行けちゃうんですよ。はあ、映像トラックの上にかぶせちゃう。はい、で、ポチッとやると、はい、あれ点線が出てこないですね。一回逃げますかね。音声トラックを展開して波形を見ることができるんです。うんうん、あ、そうか、それで喋り始めのタイミングを波形で見る感じですね。はい、まだやっぱり人の顔って縦長じゃないですか。あーはーはー、脇がね、両脇がね、すごく空いてて嫌なんで、テレビとかこう正方形とかであったりしますけど、そうそうそう、そのクロップができるの。え、これでなんか形になったんじゃないかな。入りました。じゃあこれをやっぱりね、ダッキング入れときましょう。あ、なるほどなるほど、はいはい、自動ダッキングと。はい、はい、じゃあ再生してみますか。はいはい、こんにちは、ジェット大輔です。今日は入間航空祭に行ってきました。僕が撮影した飛行機の写真をご覧ください。うん、やっぱり PNP が、ねね、いわゆるワイプで抜くっていうのが本当にスマホとかタブレットでできちゃうっていうのはちょっと、そう、僕も一番びっくりの機能でした、ね。うん、あとこれで字幕も入っちゃうわけだし、はい、
はい、という感じでちょうどいい感じなんじゃないですかね。あ、ちょっとお待ちください。はいはいはい、デッドさんの時は当てにならないんですけどね。はい、ということで、はい、今日はですね、プレミアラッシュの魅力をですね、ジェット大輔さんに紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。質問とか受ける？大丈夫ですか？大丈夫。あ、すごい大きな声で言わないと聞こえないんです。はい、まあ、個別に、はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そんなわけでいかがでしたでしょうか。アドビーマックスジャパン行ってきましたけれども、いやーすごかったですね。ものすごい大盛況でね、ちょっと私が行ったのが遅かったので、いろんなあのグッズ売り切れてたし、なんかガチャみたいなやつも終わってたし、もうちょっと早く行きたかったなっていうのが本音ですけども、今回の動画もですね、アドビープレミアラッシュで編集しておりますので、これぐらいの動画のクオリティは余裕で出せますんで、しかもやっぱり帰りの電車の中でこの iPad Pro である程度あらへんしました。ラッシュ使ってね。で、家帰ってきて家の Mac で、まあ、ちょっと細かい調整したって感じですね。素晴らしいね、ラッシュ。本当はこれでね、いけると思う。ということで、最初のなんか寸劇すいませんでした。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもんとこん出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。